ニナガートラゾウは、日本の政治家、経済学者、統計学者、初代中小企業長長官、元京都府知事、東京府東京市深川区深川入選長の材木省の家に生まれた。旧制東京府立第三中学農商務省水産講習所卒業後、京都帝国大学経済学部に入学、1923年に卒業。 1927年、同助教授となる。当初は、マルクス経済学者の川上はじめに思縮し、漁業水産経済学を研究していたが、ドイツに留学後、統計利用における基本問題で、経済学博士号を取得するも教授に昇格するのは、ずっと遅く1942年だった。1945年に、経済学部長となるも翌年。 戦争責任を辞任し辞職する。その後、1948年に中小企業庁の初代長官となったものの、吉田主首相と中小企業政策をめぐって対立し1950年に辞任。同年、日本社会党公認、全京都民主戦線統一会議推薦で、京都府知事選挙に立候補し、当選。 以後7期28年間知事を務める。なお、同年には、参議院議員選挙と京都市長選も行われ、それぞれ民党が推した、大山イクを高山義蔵が当選する。しかし、高山市長は、その後保守系に軸足を置き始め、高山が市長を退き国立京都、国際会館館長になった後でも確執が続いた。公職に当選した。 虹川不正においては憲法を暮らしの中に一過層の垂れ幕を京都府庁に掲げた。憲法記念日には日本国憲法全文を記した病病背に訓示するなど地方自治の現場でも一貫して五軒の立場を実践し続けた。それは施策にも現れている。教育行政では戦後直後の高校三原則の政策を原則堅持して、 高校の小学校区、総合選抜入試を打ち出した。これにより、受験戦争を緩和し、中学卒業者に広く中等教育への門戸を開いた。こうした教育政策によって、高校進学率は上昇し、京都大学へ合格者を輩出する高校数も増加したが、一方で、 富士津北高校東湖山の名門校の進学実績は悪化する弊害が出た。これとは別に学校教職員の勤務表情の実施も政府権力からの不教育への干渉だとして断固拒否した。福祉行政に関しても全国で初めて65歳以上のお年寄り医療費、女性制度を設立するなどの手厚い予算をつけた。公害対策でも かなり厳しい基準を設けた。これらは国を上回る基準を定めることで国の福祉政策や環境政策をリードするという戦略だった。また、現業公務員を大量に採用し、組合を保護した。産業振興策は、荷川自身が中小企業庁初代長官として中小企業政策に携わっていたため、国の政策を先進的に取り入れた。 また、京都府独自でも産業振興計画を策定。その中で、生、官学、財が一体となってバックアップし企業が京都に根付くような体制を作っていく。金融政策では、府の資金管理を地元銀行に任せ、公共事業の資金も地元銀行から借り受けるなど、地元金融機関の育成を図った。繊維産業をはじめとする、 地場産業の保護、活性化にも力を注いだ。また、民力培養をキーワードに、生活や産業のための道路はどんどん建設するとの方針が出され、地元建設業者に工事の仕事が割り振られた。また、国の大型開発行政と住民の反対運動が対立した際には、たびたび住民側に理解を示した。農業、漁業などに関しては、 国が推し進める稲作減誕に反対の姿勢をとり、独自の京都食感と呼ばれる価格保障制度や育成策を出す。そのことで第一次産業の人たちが安心して京都に住めるような環境も作った。観光客が京都の観光でお金を落としてくれるような施策も打ち、京都ブランドを全国に売り出していく。このように政策運営は、 そうじて手堅く産業振興に注力しつつも大規模公共事業には消極的であった。この運営方針が当たったことと高度成長が重なったことで税金が豊かに集まり、また予算編成の際は歳出削減に重点が置かれたため財政不振に苦しむことがほとんどなかった。このため次第に 医師会や農業団体などの一部の団体からの支持も獲得する。そのため選挙では圧倒的な強さを誇った。政治的には、蜷川ははじめ日本社会党委員として立候補したものの、前吉毛三郎など保守派との関係も維持していた。そのため自民党は1958年の知事選挙では蜷川を推薦したが、蜷川が左派の反対にあって、 その推薦状を返上したため、伊後自民党は、知事選で蜷川を推薦することはなかった。その代わりに、蜷川は純正会や不正同友会などの、軍部保守政治家に代表される、知事与党を味方につけ、1963年からは、不議会で多数派を占めるようになった。また、1960年代からは、革新勢力が都市部を中心に支持を拡大した。 これに対して自民党は京都財界や地方マスコミを味方にし、社会党や共産党などの議会与党のほか、不職員労働組合、不協職員組合、不意師会などは引き続き、二名川を支持し、捕獲対立の様相が色濃くなった。また1960年代後半から二名川と政策的に協調することが多くなった共産党は、 都市問題などのイシューにうまく対応したこともあって、1970年代に京都府議会で急速に勢力を拡大した。自民党や京都財界、地方マスコミが問題にした荷名川不正の政策は様々ある。例えば、交通、生活要請。荷名川不正のもと、山間部や日本海側の開発は進んだのだが、都心部では、 住民の開発反対運動の意向を荷和が気にしたため、あまり手をつけることができなかった。この影響で都市部の上下水道等のインフラ整備や道路の舗装が遅れたと自民党などは批判したが、この問題について、荷和陣営は、京都市の道路行政については、知事の権限が及んでいないと主張している。しかし自民党などのネガティブキャンペーンは、かなり広範囲にわたって行われ、 現在でも、蜷川不正は道路行政に消極的だったと信じているものは多い。また、教育問題や福祉などでも京都大学への不立高校からの進学率低下などが批判された。なお、蜷川が導入した公立高校の総合選抜制度は2013年の入試を最後に全廃されている。それらの逆風が吹いても、蜷川は 高い実務能力と膨大な公約実現で積み重ねてきた信頼を武器に選挙では連勝を続けた。皆川はこの勢いに乗って行財政改革を進め負の機構を効率化した。また今までの企業誘致策や観光施策をより進めたことでこの時期多自治体が非常に苦しんだオイルショックによる税収減も難なく乗り越えることができた。盤石であるかに見えた。 二ナ不正であったが、1960年代後半になるとそれに、陰りが見え始める。初当選以来、府議会で二ナ不正を支持して行政にも食い込んでいた社会党が、童話問題などで二ナと京都府庁に無理難題な要求をたびたびするようになり、あまりの露骨さに呆れた二ナは同じく不正を支持していた共産党に肩入れをするようになった。 それにより、共産党は、京都府全体で急速に勢力を拡大するが、反面社会党の勢力は弱まり、両者の対立は深まっていく。7期目を目指した1974年の知事選では、自民、公明、民社に加えて、社会党右派までが押した、対立候補に大苦戦。わずか4000秒の僅差で、ようやく当選したものの、 この苦戦や自らの年齢に限界を感じた稲川は1978年に知事を引退。稲川にとって最後の京都府本会議で府議会議員であった野中博文は横綱に子供が飛びかかる後継、議場が稲川教授の教室と例えた演説を行った。また、毎日新聞の社説も稲川の引退にあたって、 30年近くにもわたって、住民の暮らしを守る地方自治の精神を貫き通してきたとのコメントを寄せている。その後の1978年京都知事選で、後継の杉村と島佐候補が、自民推薦の林田幸夫に敗れ、28年間にわたる革新不正は終了した。その後は、悠々自適の余生を過ごし、 日本共産党の応援などをしていたが、1981年3月に84歳で死去した。自民党などからは、独裁、暗黒時代、京都を極限まで遅らせた、超本人という批判がある。ただし、自民党なども、その荷川知事の出した予算に、任期中ずっと賛成していたり、議会内では、荷川知事を褒めたたえる言動を数々していた事実や、 保守支持層の大部分も高速道路がなくても他と違う京都が良い赤くても白くても日々の仕事と生活を豊かにしてくれるトップであれば良いという理由で蜷川支持に回っていた日本共産党は蜷川不正の知事与党であり不正を好意的に捉えている一方でその共産支持層の中にも蜷川さんの教育政策はさすがにやりすぎで少し迷惑だった との声があった。なお、その後日本共産党は一度も革新不正を奪回できていない。京都府民からは、寅さん荷長藩という愛称で親しまれた。前述の野中広武、京都財界のリーダー格であった京都商工会議所、会東、塚本孝一など、政治的には鋭く対立する立場にありながらも、魅力的な人物であったという形で、著書等で、 一定の評価をしているものも見られる。立命館大学、関西大学の講師を務めたことがある。ありがとうございます。